ここが噂の遊園地か。それじゃ、お前らは勝手に楽しんでこい。日が暮れたら休憩所に集合だ。おい、お前もステージに上がれ。一人だけのんきに観客でいられると思ったが。楽しめるといいんだが。フェローは典型的な雑食動物だな。肉食にも草食にも尻尾を振って一番うまい部分を食らう気で嫌がる。ストーリー体感型ライド。興味ねえ。お前だけで乗ってこい。俺は本でゆっくり物語を読むタイプなんだよ。セベクのやつ、若様にふさわしい従者になるため学校はサボらない。だとよ。真面目ちゃんすぎるな。うさんくさい狐のキャラクターに出迎えられる遊園地とは、何が出てくるのか楽しみだ。このアトラクションは悪くねえ。内容は退屈で仕方ねえが、待ち時間が少ないところが気に入った。こんな浮かれた衣装を着ることになるとは。しかもなんだ、この用意周到なライオンのモチーフは。骨付き肉も食えるってのに、あえてサラダを注文するとは、相変わらずの草食動物っぷりだな。遊園地の引率を希望なら、俺じゃなくてトレイに頼め。あいつなら快く手を引いてくれるだろうさ。俺はあそこの馬車に乗るぞ。広い園内を歩いて移動するなんざ、まっぴらごめんだからな。何度も呼ばなくても聞こえてる。遊園地にはしゃぐお前の凶をそがないよう、あえて黙ってやってるんだ。絶叫アトラクション。いいぜ。それなら付き合ってやる。草食動物の愉快な悲鳴が聞けそうだからな。